新花巻駅。新花巻駅は、岩手県花巻市浅にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本の駅である。東北新幹線と在来線の釜石線との交差地点に設けられており、両線の接続駅となっている。東北新幹線の開通時点では新花巻駅は、未設置であったが、東北新幹線の建設計画が持ち上がった時から、地元では、 駅設置の住民運動を実施し、都市計画を行って、土地買収を進め、日本国有鉄道、国鉄総裁に対して、請願を行っていた。1982年、昭和57年6月及び7月の、国鉄役員会において、同時期に請願を行っていた水卓江差市駅と共に、新駅設置に関する基本要件が決定され、これを受けて1983年、 昭和58年1月5日に森岡鉄道管理局長から具体的な設置条件が示された。その条件は、当面建設する相対式ホーム2面2線の駅の工事費、約55億円を地元負担とすること、用地を無償状とすること、将来的に退避線を備えた2面4線への拡張を想定して用地を確保し、4線化の工事の際には、 用地の無償譲渡に応じること、そして駅前広場と関連道路を地元で整備することであった。花巻市は条件了解の返答を同年10月17日に言った。また、地方財政再建促進特別措置法で自治体の国鉄への寄付行為が原則として禁じられていたが、全国新幹線鉄道整備法が同年10月14日に改正されたことで、 寄付行為が可能となって、駅の整備ができることになった。これを受けて11月1日に、森岡鉄道管理局長から本社旅客局長宛てに、駅設置上申が行われ、11月21日に、設置承認を受けた。11月17日には、花巻市議会で、債務負担行為議決が行われ、11月22日に、国鉄と花巻市の間で、 基本協定が締結された。11月30日に工事実施計画の変更申請が運輸大臣に提出され、12月12日に認可を受けた。国鉄と花巻市の間の工事協定は12月19日に締結され、1984年、昭和59年1月10日に着工となった。設置承認は2面2016両対応であったが、 当面二面2012両対応として工事を行うことになった。季節降下橋の両側に直接基礎1、中式 RC ラーメン降下橋を新設して、上屋とホームを支持し、大雪系の多いを全体に被せる構造とした。工事期間中は安全のために、列車は工事区間を時速1 1 0トルで除工を行い、また鉄骨を立てたり屋根を建設したりする工事は、夜間に、 線路閉鎖と起電停止を行う上で施行した。プラットフォームは310メートルの有効長とされ、乗客が少ないと見込まれたことから、新幹線鉄道構造規則で定める相対式ホームにおける最小幅員5メートルより狭い幅4.5メートルを採用して、そのための特別承認を得た。1985年、昭和60年2月12日に工事が完成し、 3月14日に東北新幹線の上の大宮間開業と共に開設された。また、釜石線側については、現在の駅の約500メートル西側に存在していた矢沢駅を廃止の上で、新幹線との交差地点に新たに釜石線連絡設備を新設した。地形上15%パーミル勾配の区間に建設せざるを得ず、日本国有鉄道建設規定における、 駅設置の上限である10パーミル勾配を超えていた。このため、仮想余裕を考慮して、機動車4両対応の列車長86メートル、一般余裕5メートル、仮想余裕20メートルを合計した全長111メートルのプラットフォームとした上で、旅客列車に限って停車させる条件で、運輸大臣の特別承認を得た。こうした建設経緯から、 釜石線の新花巻駅については事実上、矢沢駅の移転、駅名解消である。現在でも、駅製法の線路が緩くカーブしているのは、矢沢駅が元来は交換可能な構造だった名残である。矢沢駅の廃止時点では交換設備は撤去されていた。16両対応での想定工事費は55億1000万円で、あったが12両対応にしたことで地元との、 協定額は47億9千万円となり、さらにその後の工事費の縮減により、最終的な工事費は40億9千万円となった。花巻市では、3分の1を岩手県からの工事補助金で賄ったほか、地元住民協力金、周辺市町村協力金、積立金の取り崩しなどでこの額を負担した。当駅は、直営駅、駅長、助役配置である。 管理駅でもあるが、当駅は自駅のみの単駅管理となっている。周辺の駅は北上駅が管理。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。副本線はないため、ホームには可動式安全策が装備されている。フル規格重量ミニ新幹線規格7両の17両、編成対応。ミニ新幹線規格車両の停止位置には、 旅客転落防止のためのローピング設備が設置されている。駅舎には緑の窓口、営業時間5時50分22時20分、途中休止時間帯あり、指定席券売機2台、自動改札機2通路、そば屋、イーハ東部の里、ジャスター売店、ぐるっと言う、耳ズく、待合室を兼ねた花巻市観光案内所がある。駅舎は宮沢賢治の童話、 銀河鉄道の夜をモチーフとし、屋根に設けた半円筒のトップライトと外壁のミラーガラスにより、青空と星空を映し出し、イーハ東部の大地と宇宙のつながりを表現している。コンコース天井に表面のドームを配置して、光と形で宮沢賢治の幻想の世界を表現している。駅務室は少人数でも、業務を行いやすい、ワンルーム方式で、出撮、改札、 生産を兼ねるラッチが設けられている。駅の両側に出られる構造で、待合室は改札内に設置されなかった。駅本屋のそういう仮面席は1195平方メートルである。短式ホーム一面一線を有する地上駅。新幹線から在来線への乗り換えは、一旦新幹線改札から出場し、駅舎玄関を出てから県道286号等は、 花巻温泉線を潜る地下道を通っていく。新幹線窓口でも乗車券を発売しているが、東ホームにも切符売り場があり、日中のみ駅員が配置され、携帯型車内補充券端末機を使用して切符の発売が行われていた。簡易券売機の設置により、2015年1月24日より在来線ホームでの出発業務は中止され、改札業務のみとなった。 また、臨時快速、SL 銀河の当駅接近から発車までの間に、限り、宮沢賢治が、作詞作曲し、童話、銀河鉄道の夜にも登場する、星巡りの歌をアレンジしたものが流れる。駅構内の売店、E 波東部の里、新花巻店にて販売されている駅弁、2019年4月28日、現在。かつて販売されていた、主な駅弁は、 下記の通り、JR 東日本によると、2018年度、平成30年度の1日平均乗車人員は931人で、ある、レフグループイコール利用客数ネームイコール、パッセンジャー、2018-06、レフ。また、新幹線の1日平均乗車人員は950人で、ある、レフグループイコール新幹線ネームイコール、パッセンジャー、2018新幹線、レフ。 近年の推移は以下の通りである。2番乗り場、3番乗り場、4番乗り場、5番乗り場、東駅から森岡駅園、北上駅園に行く場合、新幹線を利用した場合と在来線、花巻駅経由を利用した場合とでは、運賃計3キロが異なる。これは、東駅を経由する部分で、東北新幹線が在来線、東北本線と別線扱いになるためである。 当駅の開業当初は、上記の小山田駅園の各駅と北上駅園、森岡駅園総合発着の場合も含むルートに、対して、洗濯乗車が設定されており、新幹線経由の乗車券で、花巻駅を経由することが可能だったが、東北新幹線が八戸駅まで延長された2002年、平成14年12月に廃止された。なお、 新幹線駅としての営業キロ数は東北本線花巻駅、東京駅から 500km を順用している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。